白鳥大樹 VS イ・ソンヒョン。それではただいまより本日の第13試合スーパーウェルク3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー173センチ、 64.9キログラム、 ラオン所属、第4代ライズミドル級並びに第2代ライズライト級王者、イーサーシャン。韓国イーソンヒョン、19キロを減量して赤車に臨みます。180センチ65キログラム、チームてっぺん所属、第5代ライズライト級王者、白鳥大樹。世界トーナメントのために今日の試合は落とせません。さてライズのトップファイター白鳥大樹登場です。相手は韓国のイ・ソンヒョン。宮城さん、この試合のために19キロ落としてきたというイ・ソンヒョン、はい、まあ、あの体重リカバリーしまして今70キロぐらいだそうですね。あ、まあ、でも白鳥選手もそんぐらいあるんじゃないですか、多分、はい。まあ、イ・ソンヒョンもともとライト級のチャンピオンではありますし、はいはい、逆に僕ミドル級でやるんだっていう方が驚きだったんですよ。あ、そうですか、はい。まあ、上げて驚き、そして下げて驚きというイ・ソンヒョンです。さあ試合開始です。試合がスタートしました。まあ、身長では白鳥が上回っています。7センチの身長差があります。おっと、カウンター右合わせました、白鳥。さあ、そして放送席、ここからは原口健人選手にも加わっていただきます。よろしくお願いいたしま す, お願いします。まあ、原口さんもね、はい、この世界を目指しているということですけども、はい、外国人相手にするときに何かこう気をつけていることっていうのはありますか。あ、そうですね、やっぱりフィジカルの面ですね、はい、フィジカル強いんで、そこをどうカバーしていくかをいつも重点的になってますね。なるほど、はい、やっぱりこの外国人相手というのは体でまず負けないというのが求められるわけですね。そうですね、なんか僕に関しては体で勝とうとしないっていうのも一個のスタンスなんで。ああ、そうですか、はい。まあ、そしてこの白鳥とも対戦経験をお持ちです、原口さんは、はい。どうですか、この原口という選手の特徴をどう捉えてますか。あ、失礼、あの原口さん、はい、白鳥のイメージといいますか。いや、でも乗ってきたら本当に手つけが強いと思うんですけど、はい、やっぱ苦手パターンがやっぱあるんで、はい、そこがどう出てくるかですよね。あ、そうですか。詰まると結構しんどいのかなと思うんですけど、はい、こう詰まる前に今みたいに長いリーチで攻撃してれば自分の得意なゾーンでずっと戦えるんで、はい、ああいう感じで、まあ、自分の得意な形に持っていけばいいということになりますかね。そうです、ああいう感じですね、入ってきたら前手振って、はい、ハイキック、あれは入る側からするとめっちゃ嫌なんですよ。そうですね、そうですか。サスポーの選手で、これ前でやられると、はい、サウスポーに構えています、白鳥。あー、アッパーから右、そしてハイキック、攻撃をつなげます。あー、右。いや、志田さん、本当にこの白鳥の攻撃がうまくなんかこう形になってますよね、うん、はい、綺麗にいっぱい入りましたね、はい。攻撃がつながっています。あー、右かぶせます。イ・ソンヒョンがどこまで前回の出身 KO からどこまで打たれ強く戻ってるかが多分重要になってきますよね。確かに前回の試合ではね、KO 負けがありました。出てきます。やっぱ減量ですね、19キロを落としてきたというこの減量がどう影響しているか、まあ、今日リカバリーはしていますが、コーナーに詰めてくるイ・ソンヒョン。白鳥が流れを作ってきます。白鳥選手走ってますね。走ってますね。走ってんな。重いというよりも走らせてるっすね。ああ、そうですか。これ意図的に走らせてますか。やっと思いますね。出てくる。聞いた、一瞬がついた。いや、聞いた、ダウンやな。ダウンですか。ダウンじゃないですか。ダウンやな。これ白鳥が出てきたところ。いや、カウンターか。いや、ダウンやな。いや、これは難しいな。レフリーはダウンは数えません。ダウンは取りませんでした。うまいこと倒れたっすね。行きましょう。原口さん、言い方。さあ、これ落ちたっす。落ちてほら足掴みに行って倒れてるんで、ほら、うまいこと、うまいこと
倒れた時に首やっちゃったんだ。カバーしてます。いやまあ、これも技術ですからね、はい、全然技術です、これも。いや右のフックをもらいました。ただでも倒れ方危なかったですね、うん、危ない。それにしても、うん、ほんまに危ないです。いやそうですね、ちょっと寺山さん、首を押さえてますよね、はい、そうですね、頭から行ったからね、うん、頭から行ってゴキってなっちゃってたんで、落ちてから行ったから余計に多分、はい、ここですね、これ危ないわ、これは危ない、ああ急角度、これは危ない、首って怖いですからね、うん、手つけられてないですからね、今スローで見るとかなり急角度に宮城さん曲がってましたね、曲がってましたね、はい、まああれですよね、一回聞いてからがやったから多分この一瞬の判断が多分難しいところもあったと思いますよね、なるほど、やっぱ一瞬落ちたから、うん、いやほんまに危ない、まあそしてその前のパンチをもらったところ、そうですね、両方危なかった、両方危ないですね、はい、ここです、怖い、この膝もめっちゃ良かったんですけどね、うん、前回のザガリア戦も良かったけどな、しかもレフリーがやっぱおるから1回転する前に止まっちゃった感じもしますよね、レフリーのこれ意外と体がやっぱり回転したわけですか、前前転してた方が多分まだマシやったと思いますけどね、なるほど、ゴロンっていった方が、大丈夫かな、膝を出した後パンチをもらってしまった、むち打ちみたいになったんかな、ちょっと首の状態を気にしています白鳥です、ガチ危ない、でも絶好調やからね白鳥選手、うん、非常に攻撃が走っていると絶好調、原口さんもご指摘がありました、65キロの世界トーナメントを目指すためにもこういったフィジカル強い外国人とはやらなければなりません、さて時計が止められたままです、相当首入ってるからね、右って言ってない、右とは言ってないけど首が熱くて、あの倒れ方やばい、ちょっと中に入ってるから、うん、これ後々出たらやばいですよね、下手にそれが後遺症があって打たれて首こうやったってまた変な怖いってなっちゃうから、ね、箇所が首ですからね、今松川会長と今変に無理してやる必要ない、話をしています、この辺りもあのリングにいると原口さん、はい、ちょっとまた気持ちもね、いやしかも調子良かったからね、はい、めちゃめちゃ全然勝てる以上も見えてたから、はい、これで負けたって言い訳すんだよ、言い訳すんだよ、勝ったね、勝つから大丈夫です、いけるね、会長ちょっと黒いですけど、あのであんまり無理だったら俺タオル投げるかな、やりますやります、ガラスもちょっと早めに止めるかもしれない、やります、やります、まあでもダウンしなきゃ別に大丈夫でしょ、ダウンしなければ全然大丈夫でしょ、だったら行ってこい、こらえれます、行ってこい、しっかり行ってこい、あ、ダメだ、しっかり行ってこい、レフリしてた、ちゃんとレフリしてた、2人の会話を今ご覧お聞きいただきました、白鳥はやると、そして那須川会長は送り出しました、おいいね、白鳥の気持ちを尊重したようです、試合再開です、残りが10秒以上としています、蹴り下ろします、走ってるな、走ってる、走ってる、今キレがある、白鳥のキック、ここでゴング、第1ラウンド終了、第1ラウンドが終了いたしました、さあ白鳥大樹コーナーに戻ってきます、那須川会長の声に耳を傾けている、さあそしてこの時間、放送席には原口健人選手をお迎えしております、原口さん、はい、今日非常にあの白鳥の調子がいいとご指摘がありましたね、そうですね、調子がいいですし、なんかファイトスタイルが打ち込むというよりも引きを多分重点的にやってるのかなという感じがしますね、走らして走らして、はい、これを意図的にやってるんだというご指摘がありましたね、分かんないですけど、うん、っていう風には見えます、はい、ただ先ほどの場面です、首から落ちるシーンがありました、よういけたな、改めて見ると本当に危険な落ち方をしています、まあでももらわなければ多分大丈夫だと思うんで、その後のあの蹴りを見てると非常にいいキックですよね、全然動きには影響がなさそうです、さあ第2ラウンドの始まりです、急
ソンヒョン出てくるボディストレート、ナイスナイス。いや重たいパンチです。宮城さん、重そうなパンチですね、はい、いやそうですね、あのやっぱ本当に白鳥選手、白鳥選手が3つ以上コンビネーション出すときって、はい、走ってる時だなと、僕も走ってる時だなと思うんで、はい、今日それが見れてるんで、これは一つの法則でしょうか。いやでも志田さん、はい、本当にね1ラウンドアクシデントありましたけども、はい、なんとかここはね頑張ってもらいたいですよね、まあ、そうですね、本人も出て戦いたいでしょうし、うん、このまま頑張ってほしいです、はい、自らが行くんだと志願して出てきました、あのハイキックからミドルとか蹴れたらいいですけどね、はい、うん、近づいての膝、はい、2回突きとか蹴れてもだいぶ効くと思うんですけどね、はい、三月に入ってます。マッチヘンダー固めます。固め位置を見せます。さあそしてテレマさん、はい、テレマさん、ここまでの流れご覧になっていかがですか。いや本当に大樹君動きいいですので、さっきあの原口選手がおっしゃったように、あの蹴りもっとこう結構イソンヒョン選手蹴りに反応してくれてるんで、はい、三日月とかどんどん出していくとパンチも当たりやすくなるんじゃないかなって思います。なるほど、ナイス。コーナーにスポットイソンヒョン、白鳥が出てくるところ狙っているか。でもイソンヒョンパターンが結構一緒なんで、はい、結構やりやすいっちゃやりやすいですね。だいたい左から出してくるんで、ある程度こう目も慣れてくるところがありますか。右のノーモーションとかがやっぱあんまないから、はい、基本左手左手左手動かして、あ、これはね出てきます。右のストレート、そしてローキック、切っていきはするな、するなの。白鳥は左ミドル、バックロー惜しい。そして左ボディで来た、そして左フック、ソンヒョン近い距離。いやでもどっちも倒れるっすね、当たったら、うん、ちょっとあの原口さん、あの近い距離の左フック怖いですね、はい、まあ、でも今ちょっとカバーしてるんでちゃんと、今のはあかんな、これは投げを取られますかね、今のはあかんな。レフリーが注意を与えます。ただいまの崩しに対してイソンヒョン選手に警告が与えられます。ソンヒョンめっちゃバテてるっすね、この辺りは減量も何か影響してるかもしれません。出てくるところの膝もあります。ここ膝、はい、左ストレート、白鳥が一つの攻撃で終えている。残り30秒切ってる第2ラウンド、右腕危ない、危ない。イソンヒョンのパンチ出てくる、これここ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 、ここ頭を下げます、今のインロー馬鹿ですね、白鳥選手。残り時間少ない第2ラウンド、ソンヒョンがボディストレート、白鳥さん、ここでゴング、第2ラウンドが終了、第2ラウンドが終了いたしました、いや原口さん、はい、どうですか2ラウンドの動きをご覧になってみて。いやだんだん調子上がってきてますね、白鳥選手も、まあ、やっぱでもちょっともらう部分もあるんで、はい、そこだけですね。でももらうパターンも全部同じパンチなんで、そこをちゃんと見切れば全然合わせるのかなと思いますけど、ある程度イソンヒョンの動きがもう見えてきたでしょうか。ただ宮城さん、ちょっとあの危険な距離っていうのもありますよね、はい、まあ、そうですね、まあ、でもいい意味であの白鳥選手見せてるし、あの付き合ってない感じがあるので、はいはい、あのまあこの引き抜いた時にあのもらわなければいい感じでリズム作れるんですよね、はい、寺山さん、はい、あの結構白鳥が集中しているような表情に見えますけども、どうですか。そうですね、すごい動きも良くていいと思うんですけど、結構あのもともとこう自分の内回りとかあの若干ちょっと気が抜けてガードが下がっちゃうとかこうもらっちゃう癖が結構あるんで、はい、そこ怖いですよね。イソンヒョン選手はパワーあるんでパンチに。なるほど、さすがはね、一緒に練習していただいてあります寺山さんの指摘。ソンヒョンもう来るんで多分右合わせますね、それそれアウト、ソンヒョン上げてくるから、はい、やりすぎるとも多分当たるし、ロー、ここは足を蹴ってくる、パワー上がった、うん、出てきます、韓国のイソンヒョン出てきたところチャンスですよね。その出てくるところを白鳥も狙っているか、ある程度攻撃のパターンが見えてきたか、来た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 、プレッシャーをかけるイソンヒョン、ここうまいこと逃がして、パンチを当てる、
ったらイソンヒョの左手が、おお、ワンツー、ローから左振ってくる、判定がイソンヒョン、前蹴り、シャワーかけてきます。第3ラウンド、白鳥が見ています。この左手、この左手ですね。ボディコンビネーションを見せる白鳥。ワンツー、ソンソンもタフです。いや、宮城さん本当にタフですね、はい、いやタフですね、うん、結構クリーヒットしてると思うんですけど、はい、なかなかぐらついてくれません。全部でもデコ デコでもらってますよね、うん、あ、これやっぱり硬いところでもらうんですよね。全部デコでもらってます、はい。原口さんはね、この白鳥と対戦がありますけども、はい、まあ、随分もう3年前になりますかね。そうですね、どうですか、この3年前と比べてどんな変化をお感じですか。いやでも強くなってると思いますけど、まあでもなんていうの、難しいですね、やっぱり人それぞれ。おー、気抜いたな、気抜いたな、完全に気抜いた、しまった。これはどうだどうだ、立ち上がるが右手伸ばしてたな。続けられるか、大丈夫か、イソンヒョン、ダメージどんぐらいあるんや、自分のダメージもちょっと心配です。出てくる出てくる、イソンヒョン、もうチャンスや、逆にイソンヒョンチャンス、はい、白鳥選手もチャンス来るから、来るからチャンス、来たところを合わせたい白鳥、失神いける、あーそれ、あーかかと落とし、空振り、残り30秒切ってる、あーローキック、チャンスチャンス、どっちもチャンス、キックは読んでいる、イソンヒョン、お互いにチャンス、お互いにチャンス、お時間大学2秒ある、あんまいかないですね、イソンヒョン、慎重です、慎重です、あーローで崩した、勝ちに来てるな、ローで崩しました、わかりません、残りどうする、勝ちに来てるな、強いに攻めない、イソンヒョン、イエーイ、白鳥出てくる、バックスピン、あーもったいない、あーもったいない、試合終了、勝負は判定、いやただ第3ラウンドダウンを取ったのはイソンヒョン、いやそれではちょっとリプレイで見ましょうか、あーちょっと気抜いたな、完全に、さっき寺山さんが言ってましたもんね、自分の攻撃終わりにって、そうなんですよね、気が抜けちゃうところをポンってもらっちゃうんで、いやもう白鳥の修正をよくご存知の寺山さんですいやなんとも宮城さんもったいないですね、まあ、そうですね、まあ、1ラウンド目がどういうジャッジになるかが結構分かれ道じゃないですかね、はい、65キロの世界トーナメントを見据えた戦い、白鳥立ちはだかりました、韓国のイソンヒョン。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジアキア29対28、青イソンヒョン。ジャッジ北尻28対28ドロー。ジャッジ小川29対27、青イソンヒョン。白鳥敗れました。バラバラでしたね、バラバラでしたね、ジャッジは三者三様でした。29対28が1名、ソンヒョンを指示しました。そして29対27と2ポイント差をつけて、ソンヒョンを指示したジャッジが1名、そして1名は28対28、差をつけませんでした。判定は2対0、韓国のイ・ソンヒョンが白鳥大樹を破りました。寺山さん、はい、今のお気持ちいかがですか。いや悔しいですね、最近やっぱ体力の調子が良かっただけに、はい、もったいないなって思いますし、まあ、あのジムの先輩だったのですごい悔しいですね。そうですか、はい、原口さん、はい、どうでしょう、試合展開ご覧になって。そうですね、まあ気を抜いたなっていう一言ですよね。やっぱ多分調子良かった分、はい、ちょっとやっぱこう気が抜ける部分もあったんちゃうかなっていうところもありますよね。調子がいい時っていうのは非常にそういう落とし穴が、そうですね、あるもんなんですね。いやそして宮城さん、はい、勝ったのはこちらイ・ソンヒョン。いやこれ65キロのトーナメント、はい、可能性としては出てきましたよね。出てきますよね、うん、しかも、まあ、このライズのまずランキング入りはまず確定ですよね。はい、はい、
やこれはイ・ソンヒョンとしてはまた新たな戦いストーリーができそうです。はい、やっぱり一撃ありますね、イ・ソンヒョン。はい、瀬戸山様ありがとうございました。あ、そしてマイクを持ちます。それでは見事勝利を収めましたイ・ソンヒョン選手にコメントをいただきます。あ、皆さんこんばんは。새해첫시합을이길수있게되어서정말기쁩니다또皆さんこんにちは。今年初めての試合だったんですけれども勝つことができてすごく嬉しいです。앞으로도열심히해서강해지도록하겠습니다응원해주십시오또これからも頑張ってもっと強くなります。応援お願いします。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。まだまだ強くなるというその向上心を持った33歳のファイタークリアンモンスター。いやー、これから65キロ世界トーナメントに名乗りを上げてくるんでしょうか。あ、続報を待ちたいと思います。さて、それではリプレイです。この手打ちでもこんなパワーあるんですね。これです。ガフッと前に崩れました。3ラウンドのシーンでした。いや、志田ねねさん、格闘技は本当に何があるか分かりませんね。本当そうですね。ナイスファイトでした。はい、明暗がくっきりと分かれました。敗れた日本の白鳥、そして勝ったのは韓国のイ・ソンヒョン。笑顔で引き上げていきます。もうすぐ5人のこの親になるという、このイ・ソンヒョン、大きなお土産を持って、韓国に戻ることになりそうです。